ですが、7番の中島が内を救って上がりました。1番中坂も3番手から前に上がって誘導員をかわします。残り600の鐘が鳴って一旦下がった5番の小島は、ここは5番手6番手あたりまで下がるか。1番中坂がマイペースの形になって4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。もう1回内を救って上がってきたのは5番の小島、2番手の位置を狙います。7番中島も一気に仕掛けた。さあ、ここは7番中島の奇襲戦法。一気に後ろを離して先行していく。2番手1番中坂懸命に追うが、まだ7写真ぐらい差があるか。その後ろは5番6番と2名が並走。さあ、7番の中島逃げていく。1番中坂差を詰めていけるか。3コーナーから2センター。7番の中島短期先頭で4コーナーから直線。7番中島先頭、追う赤坂だがなかなか差が詰まってこない。中島押し切りました。ゴールイン。